ちは、アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画は前々回から配信を続けているスイーツパウダープロ vs プロゼリー vs ミルクシュガーの続報になります。今日は久々の胸細アリがメインの動画です。この動画では胸細アリで蜜餌対決を実施していきます。胸細アリを飼われている方、これから飼育をされる方はぜひ最後までご覧ください。なお今日の動画の最後には編集後期がありますので、よかったらそちらも見てください。だいぶ寒くなり、アリシーズンも終盤に差し掛かってきました。枯れ枝採取や竹割り採取、それからどんぐり採取をこの時期の楽しみにしていらっしゃる方も多いと思います。胸細アリはアジサイの枯れ枝を折っているとかなりの確率で出現するアリです。ミカドオアリや梅松オアリとは異なり、あまりサテライトコロニーを作らないので、コロニーに当たると女王アリも手に入る確率が非常に高いです。今日はそんな胸細アリの蜜餌の指向性を調べていきたいと思います。早速餌を与えてみました。上から順にミルクシュガー、スイーツパウダープロ、そしてプロゼリーです。黒オアリはミルクシュガー、黄色シリアゲアリはミルクシュガーとスイーツパウダープロを好みましたが、胸細アリはどうでしょうかね。開始直後はスイーツパウダープロが好調ですね。ミルクシュガーとプロゼリーにはマーカーが1匹ずつ来ています。今スイーツパウダープロにマーカーが2匹いますが、2匹とも食べてくれていますね。2週間前に同じような実験をした際には最初ミルクシュガーにたくさん集まっていたのですが、時間が経つにつれてスイーツパウダープロが食べ物であることに気づいて、スイーツパウダープロに集まるマーカーの数がミルクシュガーに集まるマーカーの数を上回っていました。今回は序盤からスイーツパウダープロが好調ですね。少し時間が経ってから見たら、今度はミルクシュガーに2匹のマーカーが食いついていました。ミルクシュガーも食いつき良好ですね。以前ショート動画でミルクシュガーとプロゼリーの対決を行った際にはプロゼリーが圧勝したのですが、今回は今のところプロゼリーを食べるマーカーは1匹だけです。今回使っているミルクシュガーがアップグレード版だからということもあるかもしれませんね。さらに30分経過してスイーツパウダープロに3匹のマーカーが食いついていました。左に見えるのは浜田屋チャンネルさんからいただいたミルワームのサナギです。この晩秋から初冬の時期にもかかわらず、胸細アリの食欲は旺盛で、ミルワームのサナギをあっという間に食べ尽くしつつあります。今マーカーがサナギの内部に入り込んで中身を食べていますね。スイーツパウダープロを2匹のマーカーが重なり合って食べていますね。とても可愛らしい光景です。よく見るとプロゼリーにも1匹のマーカーが食いついていました。もともと胸細アリはプロゼリーを好んで食べていたので、この結果は意外でした。より美味しい餌があるとそちらに集まってしまうのかもしれませんね。引き続きミルワームのサナギに食いついているマーカーもいますね。さらに時間が経って再びミルクシュガーを食べているマーカーがいました。スイーツパウダープロもミルワームのサナギも相変わらず食いつき良好です。胸細アリは死んでから時間が経った虫やカラカラに乾いた虫も食べてくれます。以前シラスを与えた時には一旦砂いで保存をしてから食べる様子が見られました。スイーツパウダープロに集まるマーカーの数が増えてきました。黒オアリが全く食べなかったスイーツパウダープロですが、胸細アリの指向性はとても高いようです。しかもこの晩秋から初冬の食欲の落ちる時期にもかかわらずこれだけ食べますので、繁殖期の春から夏に与えたらすごい食いつきになるのではないかと思います。
タンパク質や脂質も豊富な餌なので、繁殖を促すにもいいかもしれません。ミルワームのさなぎを拡大してみました。中にワーカーが入って、残った肉を食べていますね。その横では、スイーツパウダープロに入れ替わり立ち替わりワーカーが集まってきています。ミルワームのさなぎの外側の殻はすっかり穴が開いてボロボロになっています。胸ボソアリは大きさの割に顎の力がとても強いようですね。まとめます。今回、スイーツパウダープロと、プロゼリーと、ミルクシュガーで、胸ボソアリの蜜餌の指向性を調べる実験をしてみましたが、胸ボソアリは、スイーツパウダープロに特に高い指向性を示すことがわかりました。胸ボソアリの蜜餌の指向性は、コロニーや、季節やタイミング、元々の産地などで微妙な違いが出ることがあります。我が家のコロニーも、以前は、プロゼリーで高い指向性を示しましたが、今回は、ミルクシュガーの方が高い指向性を示しました。ミルクシュガーがアップグレード版であることが一番の理由と思いますので、今回の対決は、スイーツパウダープロを1位、ミルクシュガーを2位、プロゼリーを3位としました。今回の動画、いかがだったでしょうか？胸ボソアリはスイーツパウダープロも、ミルクシュガーも、プロゼリーもまんべんなく食べるので、スイーツパウダープロをメインで与えつつ、他の2種類の餌をローテーションで与えると、とてもいいかもしれませんね。どの餌も、アリのエネルギー源である糖と、繁殖の源であるタンパク質を豊富に含んだ餌ですので、これらの餌を食べさせることで、コロニーの調子も良くなるはずです。なお、この動画で使用した、スイーツパウダープロと、プロゼリーについては、説明欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はそちらからお買い求めください。ミルクシュガーのレシピについての動画のリンクも貼っておきましたので、ご活用いただけるととても嬉しいです。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。アリのエンサイクロペディアさんのイベント、アリフォトグランプリに参加しました。見事、初戦敗退でした。まあ、そんなもんですよね。票を入れてくださった方、応援してくださった方、ありがとうございました。イベントの盛り上げには貢献できたかなと思いますので、よかったかなと思います。説明欄にアリのエンサイクロペディアさんのチャンネルの URL を貼っておきますので、興味のある方はそちらからご覧ください。ではまた。